11月18日放送分関谷和夫のクローズアッププロジェクトです。さて関谷さん、はい、今夜も素敵なゲストの方がお越しいただいております。はい、そうですね、はい、今日はですね、金属加工をトータルでサポートする株式会社山一製作所、はい、山本正義社長です。はい、山本さん、よろしくお願いします。どうぞよろしくお願いします。はい、まあ、本編でもいろんな話をさ、していただいたんですけれども、うん、はい、まずですね、この山本さんがほんまにお仕事のことをお話しされるときにニコニコで、うん、嬉しそうな顔してね嬉しそうな顔されてるんです、してると思うんですけれども金属加工のお仕事をされるということで、はい、このお仕事に興味を持ったきっかけであるとか、はい、どういうとこが一番好きなんだっていうところを先にね、ちょっとお伝えいただいてもいいかなと思って。そうですね、はい、やはりこのものづくりというのに目覚めたのがですね、やはり子供の頃ですかね、はい、やっぱり皆さんも男性の方やったら経験あると思いますけど、はい、自転車のバラシ、ね、自転車が壊れた時にパンク修理とか、あの辺を自分でなんとかできんかなということで、始まりまして、はい、で大人になってきて、今度はね、掃除機ばらしたりとか、ね、ちょっと怒られもしましたけどそれはちょっと元に戻ったんですか？大丈夫ですか？まあ、治るか治らんかの瀬戸際でね、はい、やっておりましたけども、はい、でもね、そういうばらしを繰り返してると、うん、一つの製品を作るには、うん、こんなにたくさんの部品がいるんやと思ったりとか、あ、この一個のバネがとか、この一個の金属がこんな役割を果たしてたんだっていう、はい、一個の大切さってその時にもしかして学ばれてたんじゃないですか？そうですね、この一個はどこに都度だよなとかね、でもその一個がなけんともうどうしようもないというのが機械ですから、そうですね、はい、どうしても私たちもその部品一つ大事なのかなと思ってしまいますが、精密な機械であればあるほど、やっぱり一つ一つの部品の、はい、性能であるとか、はい、耐久性であるとか、そういう細かい部分、本当にミクロマクロかわからないけど、私はそういう部分のものが あるんでしょう、きっと。そうですね、はい、もう本当に心臓部と言われているものは本当にもうミクロマクロの世界で、はい、シビアになっております。その素材のまた特性っていうか強さとか、はい、そういうのもあるんや、はい、ね、そうですね、素材もやっぱりここ最近はもっともっと良くなってきてますし、お客さんの要求されることもだんだんと、高くなってきてますんで、はい、そんな中ね、はい、山本さん、山一製作所さん、周りの工場の方々の作られてる製品っていうのは、やっぱり今海外でね、いろんな工場終わりになると思うんですけれども、はい、負けへんでというつもりでやってらっしゃるんですよね。そうですね、はい、もうやはり日本のものづくりというものは、はい、やっぱり世界に誇るものづくりであってほしいので、うん、やはり細やかさであるとか丁寧さであるとか、うん、はい、仕上がりの美しさであるとかっていうのは違いはありますか？はい、それはもう違いと言いましたらほとんど一緒と思います、うん、でもそこに心を込めた、はい、はい、自分の子を出すというような気持ちで作っている職人さんたちの、はい、ものを守っていきたいなというふうに思ってます、うん、はい、はい、あとは、うん、特徴としては山一製作所さんは、まあ、トータルでっておっしゃってたように、ね、うん、製品、まあ、全体を見てくださるというか、はい、このトータルっていうのはどういうふうな意味なんですかね？そうですね、やはりものを作るにはまず材料から始まりまして、はい、で、機械加工、削って機械加工しまして、最後にやっぱり切れ具を化粧する、はい、塗装したり、表面処理するということを、各企業さんたちがやってありますので、はい、それを、仲間になりまして、うん、山一が代表して全部受けると、はい、で、全てをそれを完成品としてお客様の方にお納めするというのがうちのモットーでやっておりますので。なるほど、そういうふうにネットワークができていると、うん、まあ、海外に頼んだりするよりもやはり納期が早かったりとかっていうメリットもあるんでしょうね、はい、そうですね、はい、納期の面もありますし、やはりちょっと難しいこともちょっとやってのげるということも、うんうんうん、できますし、まあ、臨機応変に対応できるということですね。このようなネットワークを生かして、うん、トータルサポート で、はい、何よりもその熱い気持ちを持って、はい、山本社長の仕事への情熱っていうかね、はい、それが一番やと思います。そうですね、もうものづくりやっぱりもう日本で投げんとあかんと思ってますん で、何よりこの仕事が楽しいよ、うん、面白いよっていうことを、うん、若い方にもどんどんこれからね伝えていってほしいですよね、うん、そうです、本当にそれが私のこれからの使命だと感じてやっておりますので、はいはい、そういう意味でも心強い兄貴としてこれからも頑張っていってほしいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。では本編の方もぜひ楽しみに聞いてください。よろしくお願いします、はい。